授業を始めましょうまだねこれ入門編なんですけどねもうちょっとあと何回か入門編をやった上で実際のこの本編に入っていこうと思いますからでは今日のテーマはこちらです。ドン古事記日本書記とはは何か、はい、えー、ちょうど前回やった分が、まあ、神話はどこまで本当かということでですね 神話というのは神話であるがゆえにすでにね尊いものであり価値のあるものであってこれ科学の知識でどこが本当とか本当じゃないとかそういう議論に馴染むものではないんだというねそういう話をしましたでも日本人はいとも簡単にね日本神話をねこんなことあるかみたいに言うわけですよでも聖書とかコーランをそういうふうには言わないわけですからねはい、えー、まあちょっとね えー「古事記日本書紀」もですね、えーまあ、そういうねあの事実かどうかの議論とは関係なしにですねちょっと見ていきたいなでもまあ前回ちょっと言いましたけども事実かどうかはどうでもいいとは言ったものの結構事実を含んでいるのが「えー、古事記」であり「日本書紀」なんですね。で「古事記日本書紀」とは何かということですがこれ多くの人はこれ絶対知ってるはずですよこれ小学校の時から出てくるのかな歴史の教科書に「古事記日本書紀」出てきますね。 え、まあ、古事記の記はゴンベンです。日本書紀の記はイ意ヘンです。まあ、この二つを合わせてですね。えー、危機。危まあ、古事記、日本書紀合わせて危機と呼ぶ場合があります。えー、まあ、もしくは、この危機に神話をつけて、危機神話。といっと、まあ、古事記、日本書紀にある神話の部分を危機神話というふうにですね。表現することもあります。えー、なんでこれ有名かと言いますと、すごくシンプルです。 えー、現存する最古の文書ね文書っていうのはこの読み物ですね今に、えー、現存する最古の文書が古事記ですで2番目に古いのが日本書紀なんですね一番古い本と2番目に古い本だからやっぱ日本のね、えー、しかも書いてあるのが日本の建国のこととかね初期の頃の天皇のご辞席とかが書かれてますからでしかもこれちょっと。 あの「古事記日本書紀」っていうのは、まあ、一番古い本、うん、二番目に古い本というただ古さだけではなくてこれはですね、あのー、国家が編纂しているということこれ例えば司馬太郎とかね、まあ、そういう、ね、あの歴史作家が私はこういう歴史観を持っているよと私はこう理解しているという個人の責任で書いたそういう本ではないということなんです。これは 時の日本政府が返してるんですね。だから政府がね編纂した公式な文書だということですね。まあ文書という言葉もですねあまりよくね使わない言葉ですね一応書いておきますけども文書まあ文書まあ普通は文書と書いたらまあねこの紙に文字が印刷されてるとまあ文書ですけどもまあもう古い古い読み方でこれ文書と言いますよね。だから歴史文書だから古い文書のことを文書と言います。 まあ新しいものは文ですからまああのー、ねえー、一番古い文書と二番目に古い文書であるということそれから、あのー、これ政府が編纂してますからこれね公文書なんですね、まあ、公文書というのはこう今の熟語ですから公文書と言わずに、まあ、公文書と言いますけど例えば、えー、政府が発給する例えばパスポートとかね、えー、もしくはほら 許可証とかさ、あとこのね、許可証の不合格通知書とかさ、こういうの公文書で政府が発給するね文書って、公の文書ですか、公文書ってんですね。だから同じ文書を偽造偽造するんでも、例えば個人のね。 えなんか約束あの契約書とかを偽造するのは、まあ、私文書を偽造となりますけどもこれ公文書を偽造となるともっと罪が重たくなるわけですよね。はい、これ実は「古事記」も「日本書記」も公文書だったというね、はい、公の、えー、政府が出した公のものだということですね。はい、でこれですねあのどのぐらい古いかという話なんですけども「古事記」が完成したのは 年です日本書紀が完成したのが720年ですだから同じような時期に作られてるんですねそしてこう両方とも天武天皇が「編を命ぜられました天 <laughs> 天武天皇が古事記日本書紀」の編纂を命ぜられたんですね、えー、なぜ一人の方が同じ時期に2つの歴史文書を編纂させたのか えこれはですね、えー、まあその趣旨は別に説明はされていないんですがまあ古事記と日本宗を両方とも読めばあの趣旨の違いがわかります読み手も違いますし目的も違うということがわかります実物を読めばわかりますこれもちょっと後で説明しますけどもえー、っとまあこういうですね「聞、ま、き、あ、文書」公文書だということですねそして、えー、この古事記を編纂した人は 大野安政というかですねはいこれ一文字で大野と読みます大野安政それからえー、っと「日本書紀」を編纂したのはこれこれで舎利親王と読みます舎利親王というのは天武天皇の息子ですはいこの2つのチームが立ち上がってですね 大野、えー、安室のチームと舎人親王のチームの2つのチームが立ち上がってそれぞれ大野、えー、安室チームは「古事記」を編纂しました舎人親王チームは「日本書紀」を編纂しました、まあ、2つの、えーまあ、文書が作られたわけです。はい、で、あのーまあ、この授業では、まあ、あの神話も扱います。 なぜね歴史の授業なのにどこまで本当のことかもうわからない神話を扱うかというと実は日本の建国って古すぎてわからないことが多いんですね。えー、どういうことかというとあの日本列島で初めて文字が作られたのは大体いい5世紀ぐらいなんですね。5世紀ぐらいで建国は 遅くとも3世紀、だから5世紀で文字が作られますから3世紀って文字がないんですね。文字のない時代に国ができ文字のない時代に国家が統合して大きな統一国家になっているわけですよ。だから文字のない時代の出来事ってよく分かんないこと多いんですよね。じゃあどうするのっていや かかかんなないからじゃなかったことににしようっていういいいわけにもいかないんです、ね、これ考古学でこれ3世紀にはもう国が統合していること分かってますんでもう国ができてることも分かってるし統合していることも分かってるし、まあ、前回か前々回か言いましたけども戦争によって統合したのではなく話し合いによって統合したということも戦争の後が出ませんからねえー、えー、分かる大体分かるわけなんですね。じゃああのー、まあ <laughs> でも分かるとはいえこれ文字のない時代の出来事っていうのは圧倒的に分からないいことが多いんですどういうことかというと文字のない時代はまず人名が伝わりません固有名詞が伝わりません年月日が伝わりませんだって文字がないんだから何年何月何日って書くから年月日が分かるわけですよ。 じゃあいくらはね古墳を掘ったりとか考古学でねいろんな科学的な機,機材を使ってね調べたところで例えば4世紀前半とか5世紀頃ろとかは言えますよでも476年とかって出てこないですよ何月何日って出るわけないでしょそんなものははいだからあの地層とかだったらまあ何世紀頃ろはわかりますけど日付時間とかわかんないですよね 日付とか時間とか私たち当たり前のように日常を使ってますけどもこれは文字があるからは <laughs> いじゃあちょっと来週の日曜日の何時に会おうねとかなるわけになって当人が覚えているだけじゃなくて10年経っても20年経っても日記とか出てくればあ何何日にさん第さんはここで会ったんだとかは検証で分かりますよね、はいえー、だから文字の,ない,のない時代の出来事はよく分かんないですよもの、えー、しか出てこないからものをいくら見ても 誰のものとかわかんないですよ。だって名前書いてないんだもん。だって文字ないんだから。お墓掘ったって誰がホームライトいるかもかんないですよ。ネームプレートとか出てこないんだから。ね。はい。じゃどうすんのって言った時に、それを保管してくれるのが、古事記である日本書紀なんですね。うん まあ、古事記も日本書紀も、まあ、政治的なこと歴史的なことも書かれてるんですけども一番分かんなくて困っている部分最初の部分ですね神話的な要素が満載なんですけどもね、えー、語られているわけなんですねはいなのでえー、っと、えー、歴史資料でよく分からない部分を少し穴埋めしてくれるようなねそんな役割もこの古事記日本書紀はね発揮してくれているということですはいえー、っとで神話というのはこれ 誰かがあの作者不明なんですね「古事記」はこれ王の安政が書きましたし「日本書紀」はトネリ新郎が書いたんですけれどもこれ別に王の安政が頭の中で作り出した物語ではないんですね。 えとこれどういうことかっていうともうあの何百年も何千年も分かりませんですけど昔々からこの地域ではこういう言い伝えがある伝,、ね、伝説があるっていうのをこれを丹念に拾い集めていってそして日本建国の物語として一つの流れでまとめたのが「まあ、古事記」でありで、まあ、いくつかの,あの別伝なんかを併記して書いてくれたのが「日本書紀」なんですね。 はい、だからあのこの2人が頭の中で作った物語ではなくってもう,もう何百年も前何千年も前から語り継がれていることですからもう作者とかわかんないんですよね、はい。それが神話なんですね。はい、でこの両方を読むとですね違いがあるということがあの分かります。で「古事記」には序文がついててなんで「古事記」の編纂が始まったのかっていう理由が説明されています。 ただ日本書紀には序文がないのでその趣旨がわかんない。でも中身を見たらその違いはもう一目瞭然です。じゃあなぜ古事記が書かれたかといったらこれ天武天皇がちょっとねちゃんとね建国の経緯をちゃんと、ま、文字でまとめないとわかんなくなっちゃうぞと。も,もうね天武天皇なんてもう建国から何百年も経ってるわけだからそろそろちゃんとね建国の経緯を文字に書き残しておこうと。そこで 大野、まあ、安丸とあともう一人ね「日枝のアレイ」という方がいらっしゃるんですけども「日枝のアレイ」は一度聞いただけで物を全部覚えることができるという大変優秀な方ですよ。で全国ののを一体頭の中に入れますそしてそれを頭の中でね統合していって物語にしてそれを大野安室が文字にして記録するという日枝のアレイと大野安室の主に2人がですね中心人物となって古事記を書いていきます。 だからあの日本のね、えー、神々のこと「国生み」海とか「神生み」海とかね後でまたね別の機会に「古事記」の中身やりますけども日本列島が形成されでそこに神々が降りていってとかそういうことが書かれてどういうふうにしてこの王朝ができたのかっていう壮大な物語ですね宇宙の初めからですね日本国家建国まで壮大な物語が書かれてるわけなんですね。はい、これを後世に残そうということだからそこに書かれてることが全部事実かどうかこれは分かりません。 だってヤマタノオロチが出ましたとそんな化け物に出るわけないでしょやヤマタノオロチどんなあの生き物かというと山の峰八つ谷八つにまたがる巨大生物ですよこれウルトラマンだってそんなでかい怪獣出たことないですからね <laughs> そんな山八つ分ですよそんな巨大な蛇が出るかって言うんですよ、えー 竜もびっくりしますよね。だから多分そんな巨大生物は出てないんですよ。多分ね。<laughs> えー、だからまあそういうね神話の物語がかか語られているんですけども、まあ、どこまで事実かどうかま置いておいてですね。そうだからヤマタのオロチが出たか出なかったかといったらこう科学にならないんですけども。 という物語がこの地域で伝えられていてそれが古事記に書かれてますよっていうのはこれ事実ですからこれは研究対象にもなるし学問の対象にもなるわけなんですね。 はいえー、そして「古事記」は建国の経緯をしっかりと書かないともう分かんなくなっちゃうからちゃんと書こうということで特に古いことにフォーカスして書いた本なんですね。はい、古事記これが本のタイトルなんですけども、まあ、当時はまあおそらくこれ「古事文」と読んだんだろうと思うんですね。これ「古事記」ということはどういう意味かというとですね、まあ、この私の書いた本にも書いてありますけど「古事記」これ本のタイトルですよね。これは古いことが書いてある本という意味ですよ。 古いいことが書いてある本つまりですね、えー、宇宙の最初からこの古事記はあの水戸天皇第33代水戸天皇まで書かれてるんですけども最初の方の神話はかなり細かく書いてあって後になれば後になるほどどんどん書き飛ばしてるんですね最後の水戸天皇なんても何行もないぐらいなんですよ普通だったら新しい時代のことがよく分かってるからたくさん書きそうなもんなんですけども古いことばっかたくさん書いて新しいことどんどん,どんあの、えー、文字の分量が減ってるんですねそれはそうですよだって種子が 古いことが書いてある本ですからねこれねこれ,これ今から大体約1,300年前ですよね特にほら日本書紀なんて今年2020年で1,300年ですからね古事記は、えっと、2012年の時に1,300年を迎えてたんですねだからこれね令和の時代から見て古いことが書いてある本じゃないですよこれ1,300年前ですよ712年の段階で古いことを書いてある本ということですよということは今から見たら」 いいこことととが書いてある本うになりますからただの言い方じゃねえかとか目で見たでしょ。<laughs> 1300年前から「古事記」という名前だったんだから。だから特に古いことに重点を置いて書いてるんですね。で新しいことは「日本書紀見見」見ろよって話です。日本書紀は あのまあ、歴代天皇ごとに順番に書いていってですね「日本書紀」の後も、えー、ずっとこの「生 <coughs> 死」というものがあの記録されていくんですけども、えー、新しい時代の方ほど詳しく書いてあるんですね。はい だから古事記と日本書記というのは、まあ、ここでい目的が分かります古事記というのは日本建国の物語とやっぱり日本人の美しい生き方というのを、まあ、後世に伝えていこうというものなんですね。はい、で一つの物語としてまとめられています。で「日本書紀」というのは記録文書ですから,から読み物としては分量が10倍ぐらいあるんですよ。古事記は3巻ですけど、日本書紀は30巻ですからね。 だからあの公式文書ですから公式記録なのでまあそんなお面白しいというよりも淡々と記録されていることなんですね。だからで日本古事記は読み物として面白い読み物です。日本書紀は記録文書ですからねこの違いですでしかも古事記は日本語の趣を生かして書かれてるんですけども日本書紀は完全なる中国語で書かれてます。 現代中国語じゃないですよ1300年前の中国語です古代中国語で書かれていますなんと日本書紀は外国語で書かれているんですよ <laughs> だからあの当時の中国人は古事記は読めませんでも日本書紀は読めます え要するに日本というのはどういう国なのかでこの記録文書はこれ公開されますので中国の人も朝鮮の人も読むことができるわけなんですねまあ主に役人が読むんですけどもねはいで、えー、この「正史の一番最初が「えー、日本書紀」これあの「日本書紀」はですね生史「正しい歴史の史と書いて「正史っていうんですね正史というのは国家が編纂した 公式な歴史書のことです。国家が編纂した公式な歴史書まあ古事記は生、ま、史、あ、に準ずるものということで,でこれはですねその後立国史と言いますけどね、えー、6つの国の 歴史と書いて「立国史」っていうんですけども日本書紀以降ですね「食日本儀」とか「日本本儀」とかですねまあいろいろ名前がついてるんですけどどん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 書かれていって天皇ごとにですね何年何月何日こういうことがあったっていうのを一日単位ですね出来事を記録しているこれが「生史なんですね。えー、途中で生史の編纂を止まってしまいましたけども。 何年か前に昭和天皇実録が公表されました。これ宮内庁があの、まあ、取りまとめたものですけども昭和天皇を中心として一日単位でどんなことが起きたのかということをですね書いているものがありますけどまあもし今の時代生死に該当するものを挙げようと言われたらですね、まあ、公式な意味で生死ではないですけども昭和天皇実録とか大正天皇実録、まあ、そういったあの歴代天皇ごとにですね 書かれるもの、これがですね、まあ、日本書紀の書き方を受けてですね今の時代にも引き継がれているものということになりますね。はい、えー、ということで、えー「古事記日本書紀」というのは、まあ、今後日本の歴史を学ぶ上で、まあ、しばしば出てきますのでまた「古事記日本書紀」に関してもですねこれからます。えー えー、追加して解説することもありますけれどもざっくりとね 1, 約1,300年前に作られた公文書であるということ「まあ、古事記」と「日本書紀」とそれぞれと、えー、書き方も違うし想定する読者も違うということをですねここでは押さえておいてもらおうと思います今日は以上です。